はい、こんばんは、アキです。北海道マラソンの出発の前日となりました。で、あんまり疲れたくないんですよね。もう当然10キロ20キロ走ってもヘロヘロになってると、まあ明後日本番で走れなくなっちゃうので、しかも外、まあまだ暑いしね、だいぶ涼しくなりましたけど、というわけで何しようかなと思った時に、自分がアイスダンス選手だったということを思い出しました。というわけで、じゃあ少し軽く体を動かしておくということで、パターンダンスを今日この場でやってみたいと思います。まあとりあえずちょっと動ける格好になりましょう。はい、そんなわけで着替えてきました。考えてみると、アホみたいな動画ですよね。40半ばのおっさんが、陸の上でアイスダンスをやるという、一人でしかもステップを踏むだけという動画です。
はい、ここまでで、プレブロンズまでの課題ですね。4課題終わりました。じゃあ、ブロンズ、プレシルバー、シルバーってやっていこうかな。
はい、これでプレシルバーまでの課題全部終わらせました。少しずつ汗ばんできましたね。結構これいいアップかもしれない。本番も やろうかな。本番前ね。で、この後シルバーの課題、シルバーが選手コースとマスターコース分かれてるんですよね。どうしようかな。でもパターンダンスやることが大事だと思うので、マスターコース、マスターコースのシルバー級の形でやっていこうと思います。キリアン、パソドブレ、スターライトワルツ、ロッカーフォックスロット、チャチャコンジェラードの順番か。はい、じゃあキリアンからいきます。何パターンやったか忘れちゃった。これ6パターンなんですよね。
ここでシルバーまでやりました。結構汗かいてきた。ちょっと一旦水飲みます。割としっかり汗かきますね。これ本当アップとしていいかも。しかもあんまり息も上がらない、筋肉も体も疲れない。まあ私の場合はね、アイスダンスが専門だから余計、これくらいは手慣れたものなので全然疲れないという。この後8キロだけ走ろうかな。はい、じゃあマスターコースのプレゴールド級、クイックステップ、アルゼンチンタンゴ、ビニーズワルツ、ブルース、オーストリアワルツの順番でいきましょうね。はい、じゃあクイックステップからいきまーす。
ここまでがマスターコースのプレゴールドまでですね。で、マスターコースのゴールドの課題は、ちょっと今ルールブック見てるんですよね。あ、こっちか。ゴールドはウェストミンスター、タンゴロマンチカ、ラベンスバーガーワルツ、ヤンキーポルカ、ルンバ、ゴールデンワルツ、ミッドナイトブルース、フィンステップ。フィンステップやったことねえんだよな。教えることはできてもやったことがないんですよね。でもちょっとやってみましょうかね。ウェストミンスターワルツから行きましょう。
はい、今ゴールデンワルツまで終わりました。でフィンステップの音楽が音源がねえな、音源がないのでここまでにします。結構でも大汗かきました、意外といい運動になりました。やっぱりねパターンダンスというかアイスダンスというか、まあ、フィギュアスケートスケーティングの基礎そのものがそうなんですけど、体幹を結構使うんですよね。今までの動きの中でも結構こういったような動きがあったと思います。割とこの腰腹筋周りを結構使うので、わりかし大汗をかきやすいです。体がだから芯から温まる感じかな。だからマラソンのアップにも結構いいかもしれないですね。というわけで、今からちょっとだけ8キロだけ走ってこようかなと思います。まあ本当今日はね軽いジョグにしておきます。ではでは、はい。でその後に 8.18 キロ走りました。まだね28度の気温があってなかなか暑かったですけど、まあなんとか走ってきました。本当は5分40秒ぐらいで走りたかったんだけどね、キロね5分53秒かかっちゃったのがちょっと心残りです。はい、あとねミッドナイトブルースもやり忘れてましたね。だからフィンステップとミッドナイトブルース2課題やり忘れちゃいました。まあただ全部のね課題を通すのは結構いい運動になるなということに気がついたので、今後もやっていきたいと思います。